シュ？グレンシュ？あら、誰もいないわね。ディストピアが連れて行ったのかしら。じゃあ、先に謝ってきたのはあなたなんだから。私は悪くないからね、ケビン。あら、こんなことであなたが私のところに来るだなんて考えもしなかったわ。ひどいわね、メビウス。私はケビンに遅れを取りたくないし、あなたに対してもそうだって知ってるくせに。まあ前者はもう叶わないけれど、後者は何としても頑張ってみないとでしょ。いいでしょう、割り込みさせてあげる。喜んで。この手であなたの死に方を選んであげるわ。それはダメよ、メビウス。あなたをがっかりさせるかもしれないけど。ここに来る前から用意しておいたの。私の融合因子なんだもの。唯一無二じゃないといけない。そうでしょ？そうね、そういう思い出もあったわね。どうしようもなく何もできないという時期が。あの頃の彼はかなり精神的に病んでいたの。仲間から逃げようと思ったこともあったみたい。でもそれは彼ではなくカウンセラーの問題だと思うの。私のところに来ればよかったのに。そうしたら一人目の融合戦士は彼じゃなくなっていたかもしれないでしょ。長編因子の副作用を楽しみにしてたからでしょうね。結果的に彼女はがっかりというか羨ましかったはずよ。メビウスにも乙女心があるから。交換してあげてもいいって言ったのにね。本当はね、人と崩壊獣の境界を曖昧にするやり方はあまり気に入っていないの。キヨオウガもいろいろと試したのよ。例えば人工生命とか超大型ロボットとか。誰の案かはメイもなんとなくわかるでしょ。それが成功してたら物語は完全に違う方向に進んでいたかもしれないわね。だってケビンがあまりにもうまくいったんだもの。人々は彼から希望を見出した。それは勝利よりもずっと貴重だってメイも知ってるでしょ。勝利を手にする方法はたくさんあるけど、希望に関しては人々はそんなに選択肢を持ってないわ。でもこれが重い話だと思ったら大間違いよ。あの頃融合戦士の選抜基準の設定はメビウスの実験室が担当しててすごく厳しかったの。犠牲は避けられないけど成功率には保証があったわ。比較的にね。しばらくして、ヒヨオガには8人の融合戦士がいた。そしてこれこそ、私がメイに見せたかったものなの。わあ、今回の記録は写真だったのね。これは少し後のこと。
みんなでケビンの誕生日会を開催したのよ。もう、当時の私ったら本当に綺麗よね。もちろんいつものことだけど。その言い方、結構失礼よ。でも、言いたいことはわかるわ。だって、メイのそばにいるケビンは、ただの男の子なんだもの。彼女にもっと近づきたいのに、凍傷にさせてしまったらどうしようって心配して。それでも、彼女の気持ちに嬉しくなる。それが、あなたの知ってるケビンでもあるのよ。メイも同じね。ケビンと私の前にいる時だけ、普通の女の子になるの。ほら、さくらも嬉しそうにしてるでしょ？こういう表情の方が彼女に似合うってずっと思ってたのよね。アポニアとメビウスは出席しなかったけど、面白いプレゼントを用意してたわ。コンが清掃する姿もその時に初めて見たの。みんなしばらくそれをネタにして彼をからかってたわ。ディストピアは念動力でケーキを切り分けるパフォーマンスを見せてくれた。ミスしたふりしてわざとコズマのケーキを小さくしてね。コズマってばすごく落ち込んじゃったから何も言い出せなくて、そうしたらみんなが彼にケーキを少しずつ分けてあげたの。ええ、本当にいろいろあったわ。当時にもこういう楽しい思い出があったの。ええ、多分淡い感傷に浸ることになるかもしれないわね。だけどそれは苦痛じゃなくて一種の喜びだと思うの。手にした幸せに喜びを覚えて未来で起きる奇跡に期待するの。だって物事には二面性があるんだもの。そうでしょ？あんなことがあった後でもケビンは思い出せるのよ。一人でどう笑うべきかを。だけどあの時に写真を残さなかったらメイがこの景色を目にすることもなかったかもしれないでしょ。着飾ったサクラとメイの姿も、まだ角が生えてないコズマの姿も、それからディストピアやコンのことも。でも今は見えるだけじゃなくて覚えることもできる。喜ばしい事実でしょ。少なくとも私は嬉しいわ。メイなら分かってくれると思ってたわ。でも結果も大事だけどね。確かにあらゆることが決まったこの古の楽園の中でも人々は結果を重視してる。例えば戦後に彼の故郷の話をしてはいけない、メビウスからもらったものを食べてはいけない、大変なことになるという結果があるから。それとエリシアの要求を断ってはいけない、サクラに。うん、わらわがどうしたんじゃ。え、サクラ、困ったわ。ごまかせなくなったわね。ちょうどメイに話してるところだったのよ。あの日のサクラはすごく綺麗だったって。この写真は、ああ、あの時のことか。懐かしいの。いや、そういうわけではないぞ。ちょうど二人を見かけたから少し気になっただけじゃ。一体二人で何を？ふふん、聞いて驚かないでね。二人はこのトコシエの楽園有力情報ビッグデータ処理センター可視化端末を体験してて。
この妖精の魔法タイプライターは過去にあったあらゆることを印刷できるの。知らないことなんてないのよ。あれらの記録は誰かが書いたわけではないのか？え？あなた、妖精の魔法を甘く見すぎてるわね。この端末の原型はヒヨオーガのコントロールセンターのデータ記録装置なの。管理者の私でも読み込む権限しかないのよ。すごそうじゃな。それでビルビーの居場所を教えてくれぬか。彼女を探しておるのじゃ。あ、それは。強盗か。道理でこの辺りで彼女の気配を感じなかったんじゃな。かたじけない。わらわはこれで失礼する。いってらっしゃい。さくらって本当にすごいわよね。いつも何の音もなくいきなり後ろに現れるんだから。なんだか今のさくらの反応ちょっと変わってたような気がするわ。少し気になるけど、気のせいだといいわね。私たちは記憶体だけど、さくらの時間はみんなよりも少し前で止まってるから、多少なりとも気にするんでしょうね。もし彼女があの件の真相に気づいたら、どれだけ驚いて、どれほど悲しむのかしら。でもだからこそみんなには幸せな結末を手にしてほしいって私はそう願ってる。少なくともこの古の楽園の中では。